作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは2012年にセガが任天堂 3DS 向けに発売したリズム怪盗 R 皇帝ナポレオンの遺産です。で、まあこんな感じですね。 3DS なんで、まあこういうパッケージです。で、表面から見ていくと任天堂 3DS の帯があって 0BA 12歳以上の表記で、セガのロゴがあって、リズム怪盗 R のねメインのロゴと皇帝ナポレオンの遺産というねサブのロゴがあって、なんかいかにもサブこう続編がありそうなタイトルの付け方ですよね。で、まあ男の子がスーツ着た男、帽子かぶってる男の子がこうポーズをとって、リズムでポーズとってるのかな、こうキラッとしてるんでね、まあ、この辺がなんかちょっとこういう動きをなんか表してるのかな。で、犬と一緒に歩いてて、で夜景が見えて月とか見えちゃうね、結構綺麗な景色の夜の街を歩いてると。で、感情を揺さぶるリズムゲームというダメ押しがあるんで、まあリズムゲームだけども、さらにここにもリズムゲームって書いちゃうというね、そういう表面ですね。で、裏面はね、画面写真が5点プラスこうフィルム状にねちょっと絵が描いてあったりして、まあここら辺がアドベンチャー的なところなのかなというのは、ジャンル的にはリズムアクションアドベンチャーとなってるんですけど、まあ多分リズムアクションという部分とアドベンチャーは切った方がいいんですけど、まあここはアドベンチャー部分で、リズムアクションはまあゲーム全体にあるってことかなっていう認識で見ていくといいかもしれないですね。で、キャッチがあって説明文、リズムとストーリーが融合した新感覚ゲーム、パリを騒がす怪盗 R、 その正体はごく平凡な少年ラルフだった。失踪した父親の手がかりを求め、ルーブル美術館に忍び込んだラルフが出会ったのは可憐な少女とナポレオンを名乗る謎の男。リズムが鍵を握る、誰も体験したことのない物語が始まるってことで、まあリズム行くんだけど、やっぱり物語も大事だよというアピールが入ってくると。で、その下ですね、パリを舞台に繰り広げられるストーリーをリズムで紐解け、タッチ、スライド、ボタン、ジャイロ、センサー、50個の、リズムゲームが登場、通信プレイで友達とリズムゲーム対決もってことで、ここのね、ローカルプレイで2人プレイ、ダウンロードプレイでも2人プレイができて、すれ違いもできるという、まあ、ある程度通信対応してて、まあ、そういう意味ではここで通信プレイで友達とリズムゲームも対決もできるよとアピールしながらも、ここにはでかく「君の心にリズムで刻む忘れられない物語」ってあって、ね、まあ、ストーリーが大事だよとアピールしてくれます。で、オープニングテーマが「クレア・デルネ・ミガ」、エンディングテーマ「ストーリー・アイ」ってことで、まあ、そこら辺もねすごい重厚なものを表していると思うし、あとは声の出演で郷力彩夢さんが出てくるっていうのもいろんな意味でインパクトがあります。以上、作官でした。